本日皆さんにとても大切でありとても残念なお知らせがございます。2020年6月からケモノフレンズ3を実況してきたこのデブショーフレンズですが、今回で発狂をやめようと思います。すいません、安心のため言いますと、チャンネルはやめませんし、ケモフレ3もやめません。なんかちょっとサムネイルで終了の危機とか少し大げさに言ったかもしれませんけど、ただね、個人的にこの発狂という武器で今までこのチャンネルを形成したと言っても過言ではないので、もう荒井先輩に対しては日々全身全霊で発狂してましたし、もう正直これをね省いてしまったらもうこのチャンネル成り立たないのではって思ってしまったので、はい、っていうのもちょっとね、なんでこんなことを急に言い出したかというと、最近の話なんですけど、ちょっととうとう恐れてたことが起こってしまって、先日突然うちに、まあちょっと知らない年配者の方が訪問してきて、要件を聞いたらですね、大丈夫？すごい悲鳴が聞こえたけどって、まあ、めちゃくちゃ心配されてて、もう私ね、その時もう顔真っ赤にしてね、謝罪しました。なんて、普通になんかね、もうこれ全然気づかなかったんですけど、私自身。もう普通に10メートル離れた場所でも、私の声が響くみたいです。まあ、なんか、うすうす気づいてたんですけど、それはちょっと自分でもね。10メートルの場所にね、一軒、なんか、その子供がいる家があるんですけど、普通にそこで赤ちゃんの泣き声が、私窓閉めた状態でも聞こえてきてるので、まあ、私の声も多分聞こえてたんだろうなっていうことなんですよね。で、マジで、でも、これ笑い事じゃなくて、本当に。その人もマジで事件があったってくらいもう焦ってた様子だったし、私もそれ見てめちゃくちゃ焦りましたし、やべえやべえ、警察とか来たら、警察とか通報されたらどうしようかと思ってたので、もう、なんていうかな。私、その時は、なんかもう、ダイレクトな、その事情を説明すると余計わからなくなってしまうと思ったので、なんか誤解解くためになんかそれなりの言い訳で、まぁ、ちょっとしのいでたって感じです。ちょっとそんな感じで、まぁ、いろいろとトラブルがございまして、で、プラス、これ、前にも話したんですけど、お隣さんがいよいよ引っ越しの準備本格的にするみたいなので、そこも、なんか小さい子供がね、いるんですよ。で、しかも、その隣に限らず、最近もうね、いろんな空き地、この辺、空き家空き地購入してくる人がいて、まあ、そこら中今工事してるんですよ、今。だから、まあ、この時期になって、この何にもない場所が人気になってきたようで、まあそうですよね。今もうネットで繋げれば何でもできますし、買い物行かなくて済むような時代ですからね。単純に年より安いですしね。まあおそらく、若い人が、主で、まあそういうとこ買ってるんですけど、だいぶこの付近が賑やかになる分、私みたいにこうやって一人で寂しく大声で騒いでるやつにとっては、まあちょっと厳しくなるなって思いましてね。どうしようかなっていう悩みです。ちょっと皆さんに相談したいなっていうことです。まあ発狂もそうですし、発狂できないのであれば、もうこの際、私今こうやって声加工して喋ってるんですけど、これもやめようかなって思ってるんですよね。っていうのも、これもぶっちゃけ不都合なことがあって、まず単純にめんどくさい。ゲーム録画と、その声は、別々にそのアプリとソフトに分けて行ってるんですよ。じゃないと、アプリ、ケモノフレンズのアプリのそのまんまボイスで喋っちゃうと、後で編集する際に、私の声を高くすると同時に、ケモフレ3の方も音高くなってしまうので、まあ、それが、ちょっとかなりめんどくさいなっていうところで、まあ、やめとけば、まあ、かなり効率的に行えるかなっていうことで、あともう一つ不都合なことを言うと、これをやることで私の声を加工することで、生配信ができないんですよね。まあ、それはなんか、どっかで、ボイス、その場で変わるマイクとか、あると思うので、それ買えばできるみたいなんですけど、まあ、ぶっちゃけ、私自身アドリブ弱いので、基本的にこう、企画を練ってから実況しますので、今は、ほぼアドリブなんですけど、なので、生配信は自分には向いてないかなっては思ってます。ただ、それでもやっぱり生配信やることのメリットはあると思うので、正直悩んでたんですよね。だから、声すらも変えてしまうと、本当このデブショーフレンズ180度変わってしまうってくらい変わると思いますので、どうしようねっていう感じです。まあ、正直、今チャンネル登録いくつ ?320 くらい ?25 か。伸び続けてはいるんですけど、客観的にはまだまだ全然下の方ですよね。もうちょっと1年以上経ってるからね。まあ、もっと伸ばすにはこの従来のやり方から変わって、るっていうのも一つ手なのかなっては考えております。なんか、なんだろう。皆さんがこうであってほしいっていうリクエストあれば、なんかできる範囲私答えていこうかなっていう試みですし、もう正直ね、発狂ちょっと個人的に辛くなってきました。
最近ほんと実家に帰ることも多々ありまして、発狂するために30分車で山に移動して大声出すっていうのもちょっと正直辛いです。なのでまあちょっとね、決して発狂だけが面白いってわけじゃないって思ってますので、てか私がそう思ってただけなので、なのでまあちょっともっと違う形で面白さと、そして獣フレンズ3と新井先輩への愛を伝えようっていうことをね、やってみようかなっていう試みです。まあうちに猫もいるしね、ちょっと下手したらストレスになってるかもしれないしね、まあ実況中基本的に爆睡ですけどね、うちの猫は。はい、ということで、まあなんかちょっと本当皆さんでなんかアドバイスいただけたら非常に嬉しいですので、コメントの方よろしくお願いします。詳しい詳細は、下の概要欄の方でご覧くださいということです。今後もデブショーフレンズの方よろしくお願いします。